皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではラッシュ&ドリーム続きからやっていきましょう。夜は勉強します。お、400超え。最初が失敗したな。今日はそこそこ疲れちゃったな。そこそこじゃないでしょ、あんなぶっ倒れて。また明日も頑張らなくっちゃね。おやすみなさい。さて、夢の続きが見たいんだ私は。違うな、これは。ここは青春大の駅。私どうしてここにいるんだっけ。わ、誰、私の腕引っ張ったのは。あれ、ともちゃん。危ないな、気をつけろよ。せっかくのデートなのに事故にあったら大変だろ。なんか口調が男の子っぽくない。で、デート、私とともちゃんが。それにどうして男言葉なの。男が男言葉なのは当たり前だろ。おかしなことを言うな。え、性転換してるの。え、どういうこと。え、ともちゃんはこの世界では男になってるってこと。ともちゃんが男、どうなってんのこれ。久しぶりに会えたんだ。今日のデートは思いっきり楽しもう。どこか行きたいところは。あ、ちょっとともちゃんではそんなにくっつかないで。え、嫌だ、腰に手回さないでよ。わあ、なんだろう、ウテナみたいになってる。まあ、ウテナはそんなことなかったと思いますけど。恥ずかしいっていうか、こんなところ誰かに見られたりしたら。ああ、大丈夫ですか、ごめんなさいって。うわ、なんだろう、また嫌な予感がする。ああ、真田先輩、違うんです、これは違うんです。今日は友達として遊びに来ただけなんです。こんな時間からデートとは。タルンドル。あ、セックス姿なんか似合ってる。でもなんだろう、会社員っぽいな。違うんです、これは。だがお前たちの気持ちは分かった。幸せになるんだな。違うんだよ、サラダ先輩。待ってください、サラダ先輩、勘違いですってば。あー、え、ここでバッドエンドとかじゃないよね。よかった、二人のことを分かってもらえたようで。全然よくないよ、もうどうしてくれんのよ、ともちゃんってば。大丈夫、絶対に私が幸せにするから。そんな約束されても嬉しくないよ。所詮夢されど夢、こんなのは現実じゃない。ゲームはまだ続いているはず。あと2日。朝だ。ああ、よかった、目が覚めたんだ。休んだはずなのに疲れちゃったよ。なんて夢だったんだろう。すごく損した気分だけど、とにかく起きなくちゃ。よし、今朝は真田先輩と自主トレだもんね。頑張るぞ。おう、真田先輩はっと。あっちゃー、もう起きてんじゃん。嘘、今までさ、私が一番乗りとかだったはずなのに。おはようございます、遅くなっちゃってすみません。絶対あの夢のせいです。慣れない生活で緊張でもしたか。こういうこともある、あまり気にするな。早速練習を始めよう。準備はできているだろうな。もう準備はできてます。そろそろ始めるとしよう。よし、あー、怖い。怖
いなこれ。大したものだな。この調子なら合宿の成果も期待できそうだ。はい、やった、サラダ先輩に褒められた。では俺はこれで戻るとしよう。今日も一日頑張るようにな。はい、ありがとうございました。こうしてサラダ先輩との厳しいけど楽しい早朝練習は終わった。今朝は完璧って感じでよかったな。この調子で頑張っていこう。ああ、まだ眠いかも。うわ、大きなあくびだな。食べられちゃうかと思ったぞ。あら、また菊丸先輩。ああ、見られてましたか。女の子なんだから、その辺のデリカシーは忘れんなよな。はい、気をつけます。あ、そうだ先輩、ここで会ったのもなんかの縁です。なんだよ、何企んでるんだ。企んでるってわけじゃなくて、お願いがあるんですよ。あの、先輩のことを名字以外で呼んでもいいですか。あれ、そうなの。ずっと菊丸先輩って呼んでたっけ。え、なんて呼びたいの。じゃあ、英二先輩しかないと思うけど、英二先輩って呼んでもいいですか。大石先輩が名前で呼ぶのいいなって思ってたんですよ。いや、手塚先輩以外みんな呼んでると思うけどね。別にいいよ、仲良しさんって感じだな。ほんじゃ、また練習の時にな。英二先輩か、なんか親しくなったって実感があって嬉しいかも。うわ、来た。よ、またあなたですか、アトベ様。お前、最近立海大の真田と随分仲がいいようじゃねえか。お前らできてんのか。どうしよう。まあこれだな、なんか一番下も悩んだけど、なんかこれだと真田先輩を傷つけそうな気がするんだよね。じゃあこれでいいや。仲がいいことは認めますけど、でもできてるとかいないとかそういうんじゃないんです。からかうのも大概にしてください。妙な勘繰りを入れて悪かったな。じゃあな。変なアトベ様。俺についてこい、マイティネス。バーニング、カモン、カモン、オラオラ、レッツゴー、バーニング、バーニング、グレート、ベリーグッド。よし、完璧。体調結構減ったけど、完璧。頑張っとるみたいやな。この調子を維持していき。はい、やった、おしたり先輩に褒められちゃった。スマッシュ練習始めるよ。せや、下、センター、しまった、下、下、しまった、上、しまった、上、よーし。私上苦手だな。頑張っているようだな。この調子でさらなる高みを目指していけ。いいな。はい、やった、手塚先輩に褒められちゃった。そういうことなら特訓に付き合ってやろう。あら、首相がいいんですか、練習サボっちゃって。でも真田先輩には午後の練習がありますし。気にするな、今日はお前の練習にとことん付き合ってやる。真田先輩、どうもありがとうございます。では特訓を始めよう。位置につくがいい。
いいか、俺の掛け声に合わせて操作を行え。はい。では始めよう。意外と苦手なんだよねこれ。特訓を始める。ドロップボレー、ボレー、ボレー、ロブ、ロブ、スマッシュ、ロブ、ロブ、ドロップボレー、ロブ、スマッシュ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 、ボレー、ドロップボレー、ロブ、スマッシュ、ボレー、ドロップボレー、スマッシュ、ドロップボレー。よし。おお、ギリギリ。なんだろ、途中のスマッシュばっかりは。なんだか力がみなぎってくる。なんだろこの不思議な力は。それがお前に眠っていた力だ。ついに覚醒したようだ。これが私の力。こうして私は特殊技能資格なしを身につけた。これも真田先輩のおかげだよね。感謝しなくちゃ。よし、では最後の仕上げだ。え、まだ終わりじゃなかったんですか？今までの練習は、今から俺がお前に伝授する奥義への下準備に過ぎ。わかりました。奥義の伝授お願いします。なんだろう、どんな技が来るんだろう。てやまだまだ。押したり先輩の時と同じやつ来るか。まあ、やばい。はあ、真田先輩の奥義ってなんだろう。漢字がすごい、見たこともない漢字が羅列っぽいな。あ、できた。見事だ。奥義雷神降臨しかと伝えたぞ。一応全部読めるけど、やっぱり漢字できたか。雷神降臨ですか。なんかかっこいいかも。試合中、体力ゲージの近くのマークが出たときに×ボタンを押せば使用可能だ。はい。なるほど、簡単ですね。でもやっぱり立会は漢字使うんだね。雪村先輩の声優さんも立会は漢字が多いっていうのをラジプリでやってたな。この技を1回使用するたびにフィニッシュショットボールを1つ消費する。乱発は控えた方がいいな。とはいえまだ覚えたての状態だ。実戦で駆使し技に磨きをかけることも必要だ。技を磨くといいことがあるんですよね。当然だ。レベルが頂点になれば相手の必殺技を返せるようにまでなる。無論例外はあるが。じゃあやっぱりバリバリ使った方がいいですね。一概には言い切れないところもあるかな。はい、伝授ありがとうございました。あの、今日は練習すっぽかしちゃって本当にごめんなさい。私にできることなら何でもお礼しますから。気にする必要はない。俺もお前の成長に興味があって手を貸しているだけだ。そうですか。とはいえ本日の練習試合までには多少の時間があるな。ならばやっぱりお前に一つ頼むことにしよう。何ですか？今ならパシリでもいいですよ。うん、これから町まで買い物に付き合ってくれ。買い物か、いいよ。お安いご用です。喜んでご一緒します。あ、でもこれってちょっとしたデートみたい。楽しみかも。お、スポーツショップか。なんか後ろの少年というか目が黒塗りされてる。一瞬ハニワかなと思っちゃった。あの、真田先輩、今日は何を買いに来たんですか？ガットですか？それとも、うん、惜しいな。ラケットだ。ラケットって壊しちゃったんですか？いや、そうじゃない。新しいものを買いに来たのだ。
というより探しに来たんだがな。普段足を運ばない町の店に俺の手にしっくりくる掘り出し物のラケットがあるかもしれないしな。それでラケットはありましたか？いや、残念ながらこの店には俺が求めるラケットはなかった。そうですか、残念でしたね。もう海外とか行った方がいいんじゃない？それだったら。まあ仕方あるまい。今日のところはストリングスでも買って帰るとしよう。ところでテニスプレイヤーにとってラケットとは何だと考える？なんかこれはなんかテニスを知らない人が言いそうなことで、持ってないと試合に出れないものはこれは当たり前なことっぽいし、これかな、腕そのもの。その認識は俺の考えにかなり近い。お前とは気が合いそうだ。よかった、そう言ってもらえるとちょっと嬉しいですね。それじゃあ真田先輩はどう考えてるんですか？テニスプレイヤーにとってのラケット、それはな、武士にとっての刀と道義だ。やっぱり武士が出てきたか。お前も一流を目指すのならばラケットの手入れはきちんと行った方がいい。なるほど。でも正しいラケットの手入れってどうすればいいんですか？なんなら今度俺が手入れの手ほどきをしてやってもいいが。おお、テニス以外にもテニスのラケットの手ほどきもしてくれるか。だったらぜひよろしくお願いします。真田先輩と一緒に街を歩くことができて今日は本当に楽しい一日だった。今度ラケットの手入れも教えてくれるって約束もできたし楽しみだな。あ、練習試合のことすっかり忘れてた。集合。これより本日の練習試合を行う。対戦相手は公平にくじで決める。順番に引き試合を始めてくれ。はい。アトナーは真田先輩お願いします。うん、勝ちに行くぞ。分かってるな？もちろんですよ真田先輩。俺とお前が組めば向かうところに敵はない。はい。よし、生まれ変わった私を見せてやるんだから。おお、4対3とリードしてんじゃん。そして真田先輩、なんかこれでも武士っぽいな。じゃあラケットテクニカルモデル、精神力半端な、こんな数字見たことないよ。そしてなんで1減ってるんだろう。プレイ。あっちゃー、アウト。今光ってたんだから必殺技すればよかった。ラブ15。この程度。お、よし、15オール。任せろ。まさか。よし、これ必殺技を使わずに勝てちゃうわ。サーティー、15。真田先輩もすごい成長してる。いきます。この程度。ちょっと早かった。サーティーオール。平常心だ、いいな。はい。ごめんなさい、ちょっと早すぎました。まさか。やり、今早くて見えなかったのかな。だから音が変になったのかな。決してバグってるわけではないですよ。いきます。いや、当然だ。必殺技使わずゲーム、ワンゲーム取れちゃったわ。プレイ。これでゴールだ。
ないんだわ。そっちじゃないのよ。ラブフィフティーン。今爆中宙返りみたいなことしたよ。なんか私の想像してたやつと違うな。コート上に雷でも落ちるのかと思ったけど、まさかあの身体能力を使うか。ごめんなさい。1540。これで決める。なんアウト。真田先輩、コート外に打つの多いよ。あと1点。デュースには行きたくない。よし、追いついた。やった。やったー。ボンバイ、カナダペア。ゲームセット。素振りをいっぱいやったからあんなに700も超えたのかな。やった、勝った。手強いだろうとは思ったが、これほどとはな。いい動きしてたぜ。このまま頑張れよ。勝ったな。やはり俺たちは最強のペアだ。最強か。この補欠だった私がちょっと信じらんないかも。これもお前に実力が身についた証だろう。この調子を維持して大会まで持っていくぞ。いいな。頑張ります。こうして今日の練習試合は終わった。明日の朝は真田先輩と練習しよっかな。自主トレ付き合ってくれっかな。真田先輩、私、声楽の黒宮です。お前か。電話してくるのではないかと思っていたところだ。明日の朝、よかったら自主トレに付き合っていただけませんか？一緒にやりません？ああ、そんなことじゃないかと思っていた。いいだろ。明日はお前に付き合うことにする。ありがとうございます。じゃあ明日の朝、第一東コートで待ってます。朝から厳しく行くぞ。覚悟をしておいてくれよ。明日の朝は真田先輩と二人っきりで練習だ。やったね。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。